皆さんこんにちは、食べ歩き研究所のさわちゃまです。今回はですね、冬におすすめの京都ランチを5つご紹介します。で、京都グルメを研究しているチャンネルです。チャンネル登録して研究員の仲間になりましょう。で、1戦目の京都冬グルメは大阪屋のカキフライで、京都にあるけど大阪屋、京都で有名な洋食屋さんです。で、カキフライが数量限定なので日曜日の11時20分頃に到着しました。で、一番乗りかなって思っていたら店内は満席状態で、お店の方にお聞きするとこの日11時から空いてて、で10時ぐらいから並んでる人もいたらしいです。で、店内に入って着席して料理が来るまで1時間待ちでした。で、到着しました。京都名物大阪屋のカキフライ定食です。で、俵型の大きなカキフライもう重ねて盛り付けしてあります。しかも10個も入ってます。いやー、これは人生でもうこんなにカキフライを食べたことはないですね。で、実物を見た時その迫力に衝撃を受けました。で、ソースは2種類から選べます。タルタルソースかポン酢かで選べます。で、私はタルタルソース派で、衣はサクサクで、脂っこくなくてどんどん食べれます。で、プリプリで大きな牡蠣で、新鮮でジューシーでした。超うみゃい。で、凄まじいボリュームでしたが完食することができました。で、ご飯とお味噌汁、小鉢もついてきます。京都の冬イベント、大阪屋の牡蠣フライ、超スペシャルたまランチでした。2戦目の京都冬グルメは太田屋のビーフシチューで、入り口にある商品サンプルが懐かしいファミリーレストランを思い出します。お子様ランチの商品サンプル、これめっちゃ可愛いですね。で、とにかくメニューの種類が多いです。で、その中でもビーフシチューがめちゃくちゃ美味しかった。で、冬になるとシチューって食べたくなりますよね。で、席数が多いので人数が多くても大丈夫で、お一人様からご家族までシーンに合わせて使い勝手の良いレストランで、昔からあるお店でレトロ好きにはたまランチ。さて、到着しました。 A ランチです。で、この大きなエビフライとビーフシチューで、ほろほろのお肉と濃厚なビーフシチューです。で、エビフライもですね、もう身がめっちゃ大きくてもうプリプリでしたよ。これはあったまるセットです。もう特別たまランチで、冬に食べたい太田屋のビーフシチューでした。3戦目の京都冬グルメはキッチンパパのビーフシチューハンバーグで、お米屋さんが経営している昔からある洋食屋さんで、キッチンパパはお米屋さんの奥に洋食店があり、めっちゃ美味しい米が食べれておかわり無料です。で、数量限定で玄米も食べることができました。で、セットでご飯とサラダとお味噌汁がつくという豪華なメニューです。で、大人気の行列店で、もうディナーとランチ両方行ったことあるんですけど、もういつも並んでます。で、美味しいしボリュームもありますので、あの行列に並ぶ価値はあると思います。で、店員さんより本日のお米のご紹介っていうのもありまして、特別感も味わうことができます。
で、さて到着しました。ビーフシチューハンバーグ、もう熱々の鉄板で登場します。で、濃いめの味付けでハンバーグとの相性はバッチリ。もうシチューと一緒にいただきます。で、この丸々としたもうハンバーグの肉厚、すごいですね。で、肉汁は少なめで、もうお肉がもうぎゅうぎゅうに詰まっています。もうめっちゃうまい。もうこれは何度も行きたいですね。超スペシャル、たまらんちな京都グルメでした。ぜひ皆さんも行ってみてください。4選目の京都冬グルメはハンバーグシチューの店カズです。で、カズさんに来たらハンバーグシチューを食べましょう。で、京都の宇治で人気の洋食屋さんで、席数も限られているので予約するのがおすすめです。で、こだわりのデミグラスソース。さて到着しました。熱々濃厚なシチューです。で、ハンバーグ食べてみますと、ふわふわタイプのハンバーグでした。こちらのメニューですね、ご飯と一緒に食べても美味しいですよ。で、寒い日に思い出してまた食べたくなりました。で、もし京都でおすすめの冬グルメがありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださると嬉しいです。で、超たまらんちな京都グルメでした。ぜひ皆さんも行ってみてください。最後のご紹介となりました。で、5選目の京都冬グルメはリーボンの煮込みハンバーグで、古い町を改装した京都らしいお店で、上賀茂神社の前にございます。で、とっても雰囲気の良い感じで、カウンター席でしたが広いテーブルなのでゆっくりと食事をすることができました。で、私が食べに行った時のコースメニューはこのような感じでした。さて到着しました。煮込みハンバーグ、もう熱々で登場です。これは寒い冬にぴったりですね。で、この煮込みハンバーグに惹かれて来店される方めっちゃ多いと思います。で、このトロトロっと半熟卵、もうこれほんとたまらんちですね。で、中にハンバーグ入っておりまして、柔らかいタイプの優しいハンバーグです。で、形は長い感じでした。で、中に大きめの玉ねぎがゴロゴロと入っていまして、このシチューと一緒にいただくとお口の中でとろっととろけました。もうめっちゃ美味しかった。で、私ですね、洋食が大好きで、で、過去に京都の洋食動画をたくさん投稿しています。で、概要欄にリンク貼っていますので、ぜひいろいろな洋食動画見てくださると嬉しいです。で、洋食好きな方はぜひ食べ歩き研究所の研究員になりましょう。で、一膳ずつ釜で炊いた銀シャリ御膳、もうほっかほかの白米ですね。そしていい匂いがします。もう開けた瞬間感動しました。これはお箸が止まらないですね。超スペシャル、たまらんち。で、私はあのプリン研究家なのでプリンも注文しました。で、こちらのプリンは柔らかくてプルプル、コーヒーもセットでつきますよ。で、最後までご視聴ありがとうございました。京都冬グルメの参考になりましたら、いいねボタンとたまらんちとコメントくださると嬉しいです。では次回の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。